プリッツはローストの方が心躍ります。どうも、チカログのチカです。よろしくね。お願いします。ローストサラダ味とかトマト味あるやん。俺甘いの一択。食べたことないわ。マジ食べて、めちゃくちゃうまいから。プリッツ買うことない。いや、プリッツファンに申し訳ないで。謝りや、プリッツファン。大きい派。いや、プリッツファンにも申し訳ない。謝りも。ほんまに。てな感じで、お菓子の好みから始まったわけでございますけれども、今回のアーティストを最初に発表して、トークしていきたいなと思います。はい。それでは、りょうすけ、お願いします。嵐で、つなぐ。いや、まずはね、はい、以前嵐から大野くんのソロ動画を取り上げさせていただいたんですけれども、自分たちが思った以上に嵐っ子の皆さんに届いたということで、改めて力具の動画を見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にね、嵐っ子の皆さんのコメントの熱量半端なくなかった。めっちゃなんか感動した。感動したよな、うん、大野くんの素晴らしさにやっと気づいてもらってありがとうございます。うん、違うみたいな、このチカログの動画を見てくれて皆さんからコメントもらって逆にありがとうございますっていうのが本音なんですけども、ね、嵐からこう新しい動画がこう出るわけでもなかったから、ね、やっぱり昔の動画を見たりとかしないと取り上げることが今はできない状況なんですけれども、再活動することを願って、まあ、嵐のことをどんどんもっと応援していきたいなという意味も込めて、ちょっと次の動画に生かしてもらおうかなと思って取り上げさせていただくわけでございますけれども、これ取り上げてて再結成したら胸熱やな。チカログでもそういうジンクスありますから。あるな。チカログが取り上げたアーティストを出世する説あるよね。あるな。なあ、ほんまにタイミングはなんか何でもいいねんな。そう、何かしらなんか前向きなこう展開がある時、ある前はチカログの動画上がってるみたいな。そうアーティスト界のパワースポットチャンネルになりたい。やばいなそれ。このチカログに取り上げられたら出世するぞみたいな。いやマジでなっていこうよ。マジで、いやこれはおもろい、ほんまに。でも、まあ、今回僕たち今更見る感があるので、ちょっと昔のことなんですけれども、何かの主題歌でしたっけ。これ忍びの国、大野くんが主演してるの楽曲ということ。そうですね、忍びってことは、これこれですね。これですか。だから振り付けにもしかしたらこれが入ってるかもしれない。そこまで入ったことない。これですか。ちょっとそれも楽しみやね。そうやね。大野くんのソロの動画のコメントでとてもリクエストがあったのが、このつなぐ、これ多かったねっていう曲やって、今回は嵐っ子の皆さんからご指摘もらった通り、嵐の YouTube チャンネルの方から今回は動画見ていきたいなと思ってるんですけれども、はい、今回なんとね、つなぐの振り付けは凌介誰がやったんでしたっけ。大野くんです。これ踊るだけじゃなくて、コレオの才能も開花させたと。作れちゃうんよ。作れちゃうよ、まあ、やっぱ才能が多いね。いや多彩やっぱり、うん、ほんまに。大野くんのダンスは多分大野くんしかできひんから、うん、大野くんのダンスを後のメンバーがちゃんと踊れるように作ってんのかもちょっと見どころやなと思って、まあ、一番みんなを理解してるからね。あ、そうそうそう、やっぱりリーダーですから、うん、やっぱそこは歩み寄ってるんじゃないかなと思うので、うんうんうん、今回のつなぐを見ていきたいなと思います。はい、それではいきましょう。よろしく、どうぞ。チカログ。チカログ、嵐の良さに普段より感じてる。ノープンザピッシュ。ノープンザピッシュ。最後の文字につながる。そう。最後の文字からオープンザピッシュつなげるんで。おっしゃ、見ていきましょうよ。嵐、Thank you, イヤホーンです。ゴロ悪いな。よし。それでは見ていきましょう。嵐で、つなぐです。ポチッとな。うん、怪しげな照明です。ホラーとか、ね、ホラー、うお、なんか怖いな、うんうん、ライブ見てる人からしたら何始まんねやろってなるような。赤のし、お、これあるやん、一番最初に流れるやつ。大野くんの動画の一発目に見たやつやん。や、操られるやつ。うわ、ちゃんと見れるやん。はい、これうまいよな。これやばい。これやっぱ何がうまいかってもう一回解説させてもらうと、はい、上がるとき、上がった角度が平行じゃなくて、ちょっと斜め上なんですよ。肘がね。そう。で、何より大事なのがこの手首です。揺れ。この手首でロボット感を増してるんですよね。脱力してんのがわかるような。そう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 。で、これをね、バッチリ後ろのこの糸。うん、
とちゃんと掛け合わせてる演出がやばい。マリオネット、うん、これね、これ上がり方えぐいよね。これ何がえぐいかって、よっこらしょの動作がないんですよ。こう引き上げられた、スーって、この多分この辺、うん、首ら辺からふーって上がって、ほんで肘、うん、いや、これほんで1ミリもずれなく後ろのプロジェクターと合わす本番の勢いでさ、行き過ぎたみたいなっていうのがさ、ないのがさすがリーダーよ。絶対間違えへん、ほんまにやばい。やっぱこの手首ね、うん、でこの顔を見せてないとこがまた操られてる人形っぽくない？おいおおえぐいやん。言ってないよ、えつないよ。こんなん見るわ。うん、おーおーおー、何今の、何今の。何今の骨ステップ。何？ここここここ言ってない。どういう移動？どういう移動これ？この後。見るな。クロスして。くれよ。いやー、これクロスしたまんまよしろ。これやね。そんなことある？大野くんの場合、クロスしたまんま足首だけで動いてるんですよ。うん、異次元や。これすげえな、鳥肌やばい。チキン肌スタンドアップです。やっと顔見せた。上が手になってるやつなんだ。うん、操られてんのや、うん、魔王みたいなのに。ちゃんと指やね。うん、これはすごいぞ。首今のクイだけ取る首で、うん、これさ、だから動かす部位っていうのを絶対に決めてるんよ。それ以外はもうしっかり止めた状態で、そういうことじゃないとこう操られてる感がないもん。そうやね。あとそのフッて動かされるときに、操られるってことはいきなり引っ張られることやから、うんうん、動くであろう動作っていうのがないんですよね、うんうん、そう、大野くんのダンスでほんまにいきなりファッて動かされた、いきなりファッて引っ張られた、うん、みたいな表現がマジで巧みすぎる。これマジでかっこいいな。ね、一つ言うのは、最初からこれ見えへんかったら俺ら不覚やわ。お前やな、マジでマジで不覚。急には、忍者、あ、忍者登場。ここでそこに繋がる。そうなんじゃない。はい、ほらなんかちょっと忍者のおなんか、うん、和のテイスト来てるやん。いや細かいやっぱこれさ、もしかしてさ、抗ってる思った。なあ、そう、大野くんっていう操られてる側が、うん、上から操ってるものから抗ってる感じ見るような。おお、これこれに繋がったんや。なるほど、湧いてる。ここでやっと湧いたん気づいた。うん、多分ずっと荒らしてくる人怖い。多分もうはぁーってやってる。もう掴まれてんの、うん、目離せへんね。イエーイ、こっから。なるほど、綺麗、ペンライト綺麗、かっこいい。さあ来いよ4人。この手首だけじゃなく指の姿がうまいよ。こうな、バカ湧きしてからのめっちゃ湧いてるよ、やばい。みんな来た、スマッチみたいだよ。こうやりながら回したよこれな。来た、おお、待って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 、インフン、インしてるやん。俺さっきやってましたよね。俺ここはどうやるよ、オッケー。うおー、演出神がかってる。召喚した、4人召喚したな。上から一つの光からシュッて、この演出待って、天才すぎる。これやばいな。いやって、これさ、ごめん何回も飛ばすけど、もしかしたら4人を召喚する呪文ちゃう。そうそうそう、ってことやんな。踏んでからの、出してからの、えぐい。いや、この演出ちょっとアラシックの皆さん、えぐすぎます。こんな湧くわ。で、この一人一人に当たるスポットライトを当てる照明さんもえぐすぎる。マジでほんまに、タイミング合わせるプロジェクターの人も最高ですけどね。確かに。さあ、つなぐいきましょう。やって。やって。やって。衣装めちゃくちゃかっこいいな。かっこいい。なんかこう和柄も入ってて、ちょっとこうスカート調なんかな、これは。ちょっと一人一人違うねんな。あ、ほんまやね、ほんまや。
歌うまっ。イエーイ。ちょっと待ってな。何やろ、なんかみんなの顔見ると安心感。あ、分かる分かる。ずっと大野くんだけやったもんな。そうそうそう、今まで大野くんしか見ていない。分かるわ、やっと5人揃って、すっごいなんか安心感あるわ。分かるわ、ほんまに分かる。それはやっと嵐や。いや、いいね、嵐やな。イエーイ、いいねー。ニノかっこいいよな。かっこいい、引き寄せた。このタッタッタのステップしながらちょっと真ん中に集まってくる感じ好きやわ、うんうん、音にちゃんと合ってて。この後この次はニノの後かな。こうやってカッ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 、これ、うん、相葉くん、いいやわ。相葉くん、相葉くんってめっちゃ可愛いのにかっこいいよな、うん、さあ名プロデューサー王子やな、松潤。いいな、うわー、いい。ちょっといやー、この後ろのプロジェクターに歌詞出しながらダンスとリンクさせる演出神。いや、マジでこの演出豚感やばいな。豚感やばいね、これ。多分松潤くんがでしょうね、絡んでるから。松本くんが天才、天才すぎる。なんかさ、自分らをかっこよく見せる術はもちろん知ってるんよ、うんうん、だけどアラシックがうわーってびっくりするような演出がやっぱ考えれることがやっぱファン思いよな、うん、やっぱりどこで沸かせれるかっていうのが ね。だから俺はこのサビ前のこう一回止まることによってサビが際立ってるなと思う、うんうんうん、止まってステップ集めてサビなの、これ。うん、照明も一回落としたもん ね。あとはやっぱ揃えやすい振り付けにしてるよな、うん、大野くんが。えい、いいな今の松潤くんの顔。わあ、ドゥルルルガガガガドゥルルルル、今の好きですよ、四方八方に、うんうんうん、これね。この歩くだけでさ、視線がこうなるよな、うんうん、見てる人のな、引き込まれる、引き込まれるよな、これ。うわ、これでかっこいいってなんな。ずるいよな、世界一かっこいいウォークやね。この5人揃うとこがこの嵐の何やろ、神々しさをさ、うん、際立たせるような、その写真タイムみたいなもん。な、なんか今の消えないでラブをバッて5人で見せるためにあえて歩きだけで視線と隙を作って引き込んでんちゃうから。そう、なるほどね。そう、ここでさ引き込んどいて、これここの演出、いい、消えないでラブっていうのは消せないでラブですよ、本当に。変わってもてるけど、消せないでラブでして、本当に。イエー、あー、このステップいい。ま、なんかこのさ5人で、うん、ってやってる感じがやっぱ嵐は5人しか考えられへんっていう感じを確かに見せてるよね。でその振り付け演出構成をさやってるのも嵐自身っていうのが激アツよな、うんうんうん、熱すぎる、熱いな。消えないでラー、かっこいい。5人集まってステップしながら回る難しさ、あなた知ってますか。マジで本当にわチャーラッタラッタラっていう感性がちょっと大野くん出てる、うん、頭でそこ取るんやみたいな。綺麗やな、ね、体全部じゃないの。なんか俺やったらタラッタラッタラやけど、タラッタラで頭で取る、その感性俺じゃにはない。固定概念がないよな。そうやね。この次かな、うん、これよ、うん、この衣装ならではかもしれへんけど、スカート待ったんけど、ふわっとね。そう、いや、この衣装しかさ、タラッタラの余韻でこれなってるってとこまで考えれたらどうする？えぐいな。考えてたよ、この松本くんは。松本くん、ああ、ずったかつったってでってでって、このステップ感とて、
じゃあここは一回止めようか。このステップをやりながら手の動きをやるって、うん、普通に同じ場所に立っててやっても難しいんですけど、嵐5人と大野くんの振り付け、ここちょっと難易度高くて、うんうん、回りながらやってるんですよ。そうやね。これを円崩さずに足のステップと手の動きを合わす、ここ多分つなぐで一番難しい振り付けちゃうかな、うん、しかもこれ2回目の時遠藤してるんです。あ、そうそうそう、裏取りね、うん、じゃあイエーイ、かっこいい、桜井くん、うん、ショーラップ、えい、ロッキン、ロッキン、うん、イエー、増えていく、最後2人なんや、やっば、やっぱ5人ソロ嵐っていいな、いいなぁ、えぐい、えぐい、ちゃんと美味しいとこやってくれるやん。2人から1人増えて、最後2人増えてからのみんなで歌うかなと思わせて、照明、ほんでここの照明注目、刺す後ろも、後ろの一つの炎ですね、これね。いやーすげー、シュッ、これうまいねんて、うますぎ、マジで伸びがえぐい、イエーイ、ダンスと照明演出すべてが神がかってる、イエーイ、首の動き1回目と逆ちゃう、うん、あ、そうなんや、うん、うん、なんてうなずく方になってる、うん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 、マジか、うん、うん、うん、多分さっきこっちだって逆、あ、そう、これやっぱ後ろのプロジェクターのおかげで、うんうん、やっぱこうダークな部分が見えてるよね、うん、影が、おお、うん、また引き込めよ、イエーイ、ウェーブ入れてる、ウェーブ入れてる、えぐい、こんなソロウェーブない、イエー、あああえてそこでずらすやな、全員一緒じゃなくて、そういうこと、いやーいいなー、高さもバッチリ揃ってますから、うんうん、さあズンズンズン、消えないでラブ、消しませんラブです、わあ、やっぱここで忍者系のな、忍び足、今のこの歩いてんの、これこれこれ、これが忍び足、ああ消えないでラー、はい、ああ、こうちょっと忍者の、うん、なるほどね、イエーイ、えぐいな、えぐすぎる、かっこいい、ずるっ、これちょっと次つながってまうな、これはちょっとあの1時間コースになっちゃうんで、いや、ちょっと一回閉じましょうかね、これはね、チカログ、いや、拍手、ちょっともうパソコンちゃんも興奮してうなってるんで、ね、ちょっと下ろしましょうね、いや、これはまずこのつなぐを教えてくださったあのアラシックの皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、あのこれはやっぱさすがにフルで見ないとダメやなと、やばいな、やばい、あの俺らマリオネットからようあっこう途切れて次行ったのお前ら、確かに言われてももうね、何も文句言えないですよ、ちゃんと見ろよ、ちゃんと見ろってなりますよ、ね、本当にね、マジで松本くんやばいな、演出な、やばいな、監督の才能が出まくってんな、これ何がやばいかって俺リアクションの時言ってたんですけど、うん、やっぱさ嵐のかっこいい部分を出すのはもうもちろんなんやけど、アラシックの方がライブに見に来た時の驚きとかサプライズ感、うん、あと熱狂がちゃんと出るように考えられてるっていうのがやっぱアラシック思いだなって思った、アラシック目線での発想やね、そうやね、うん、で多分あとはその演出する側の会社に今まで見たことないことをやりたいからっていう、うんうん、その多分多少無理も言ってると思うね、言ってるよね、やっぱり
こだわりをちゃんと共有して理解してもらって協力してもらって、そうそうそう、なんで嵐がこういうことをしたいかっていうのをできるまで説明と、うん、俺らならできるから任せてほしいっていう、うん、分からんで、分からんけど、うん、勝手にそういう熱量を感じる。あるある、絶対あると思う。なあとはこうダンス自体こう冷静に見た時にコンセプトが忍者や、うんうんうん、だからシンプルで見やすいなと思った。ああ、なるほどね。そう、その見やすい風に計算して作ってる大野くん、マジ天才。いや、マジ天才だと思う。マジ天才。大野くんのコレオと松本くんの演出がフィーチャリングして素晴らしいものになってるなと。ほんまに嵐が全開に出てるね。うん、出てる。途中でも言ったけど嵐の安心感がすっごいよ。なんかみんなで輪になった時やろ。そうな、うわ、嵐やっていう。あと消えないでラブやろ。あ、そう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 、この集まった時ね。5人といえば嵐みたいな感じじゃん。うんうんうん、戦隊ものやん。あ、まあね。僕キンプリでは全員赤レンジャーって言ったんですよ、うんうん、僕嵐はちょっと違うなと思ってて、うん、赤界のナンバーワン、青界のナンバーワン、あ、はいはいはい、緑界のナンバーワン、ちゃんと1個の戦隊もんね。そう、1個の戦隊もんとしての頂点が嵐。わかる。武器が全員違うみたいな。そうやね。剣、うん、槍みたいな、ボールとか。ボールってなんか昔めちゃくちゃ弱い。めちゃめちゃ昔のやつ急に弱い。銃、剣、ボールすごい原始的だいぶ古いね。すごい原始的だよ、やっぱ。あとはあの思ったのは、名言でよくあるじゃないですか、神は細部に宿るっていう言葉あるじゃないですか、うん、嵐のその大野くんは、大野は細部こそこだわると思った。おー、なるほどね。これはでも大野くんだけじゃないと思うんだけど、うん、嵐は細部こそこだわる。そう、もう神宿るとかもう当たり前でみたいなっていうのがちょっとしっくりきたなって思ったの。だよね、うん、こだわりっていう部分はなんかめっちゃ伝わる。あとはやっぱこういうライブ見たら、やっぱり衣装をダンス、セット、照明、うん、全てがあって一つの素晴らしいエンターテインメントが生まれてるなっていう印象がな、やっぱり。これでも振り付けってもう決まってるもんや、うん、それに合わせてセットを組んでるわけやん。そうやね。そう考えたらやっぱ松潤の能力って高いよね。うん、やっぱジャニーズ一の演出家、てかジャニーズっていう枠を超えて、うん、嵐がやってた演出を他のアーティストももしかしたら真似してる説ない。うん、ああ、全然あると思う。後ろに歌詞を かけてとか、うん、マリオネットとか、うん、絶対に嵐のライブを模範したアーティストも絶対いると思うもんな。絶対ここで盛り上がるってとこはもう真似したくなるもん。そうそうそう、やっぱ真似してもらう側にいる人って素晴らしい。素晴らしい。そう、真似するのもすごいいいことやけど、うん、真似される側ってやっぱりそれだけ新しいことをやっぱ発信してるってことやから、うんうんうん、その素晴らしさに脱帽でして本当にってな感じで、僕たち YouTube チカログはですね、年内チャンネル登録者数3万人を絶対に叶えるべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しいなと思っていただいた方、そしてこのみんなで語るような企画が楽しいなと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS の方も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらの方もポチ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 とフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで、嵐の動画はねまだ2本目ということで、うん、で嵐5人が揃ってるのはまだ1本なんですよ。そうやね。なんで僕たちまだまだ嵐の素晴らしいものに触れてないと思いますので、はい、ぜひ嵐っ子の皆さんのおすすめの方などあれば、ぜひコメント欄で書き込んでくださいでした。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、やっぱなんか嵐っていいな。いいなー。何やろ、安心感がすごかったな。何やろな、あれ。あー、嵐やー。嵐が揃ったって。そう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 、分かる。なんかやっぱり当たり前にあるものの大切さっていうのをやっぱ嵐に教えられるな。いや、ほんまに今応援してるものもそうやし、僕らもそうやけど、うん、いつかなくなる可能性って絶対あるわけ、うん、だからこそ素晴らしいっていうのもあるしね。そう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 、儚さもあるけど、だからこそライブ行けるときは行った方がいいと思うし。そうやね。終えるときはほっとくべきやな。もちろん大野くんみたいにさ、一回自分の時間を大事にしたいっていう思いもあって、うん、その活動休止っていうのを選ぶアーティストもいるけど、大概やっぱり応援の仕方って今涼介が言ってるみたいに、応援できるうちに全力で応援した方がいいってことだよ、うん、絶対そう。後悔するってやっぱそういうことだな。お前それは思うわ、マジで。
今嵐が活動してないからゆえ嵐くん皆さんに届いてたら嬉しいね。そうなんかそのな見れへんからこそ、うん、好きやったものを届けて一緒に喜んでほしい。そうやな、うん、このチカログの動画があることによって嵐のトークをする時間っていうものができてたら嬉しい、うん、めっちゃ嬉しいな。なんか今このタイミングで嵐を取り上げてる YouTuber さんがいるっていうので、うんうん、コメント欄とかでさ嵐くん皆さんが盛り上がってくれたら それで今嵐っていう現時点嵐の話題ができるっていうことやからさ、そうそう、それがチカログ一個のきっかけになって嬉しい。めっちゃ嬉しいな、ほんまに。いや見てほしいな嵐くん。いやなんかこれはほんまに活動再開した時はぜひチカログでライブ見に行こう。見に行こう。これは焼きでした本当に。嵐ってやっぱなスターや。いや間違いない。ほんまに。なんか気づいたからスターなんか分からへんけど、俺らはやっぱ熱狂して嵐行くじゃなかったから、うんうん、逆になんやろ、いて当たり前やからこそ見てなかった部分もあるんじゃん。まあそうやな、確かに、うん、いつでもやっぱ新曲出てくるもんやし、うん、いつでも紅白にいるし、そう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 、とかいつでもいるっていうことが当たり前、トップに嵐当たり前やん。それがそうやな、確かにな。やっぱ気づいて感謝するとかっていうのも大事なかもしれん。いやめっちゃ大事、ほんまに。ヨウスケ、これ切れてなかった。